はい、おはようございます。安水です。今日はですね、ソニーの、新内登場ですね。 α7S3 とですね、ジンバルはチープジンバルですね、フェイユーテックの AK2000C でちょっとね撮っていきたいと思います。はい、今日はですね10月5日火曜日ですね。今日はね幸いね、バイトが休みなんですね。なのでゆっくりねできます。はい、もうねすっかり秋の風物詩となりました。落ち葉のね、ブロワーでね全部飛ばして、はい、管理する方がね大変なんですけど、綺麗にね葉っぱを集めて整理するっていうのがね秋の風物詩になってます。いや今日はね割と過ごしやすい気温ですね。本当秋らしい気温っていうのかな、おそらく17、8度じゃないでしょうかね。はい、で今日のねカメラテストっていうかねちょっとやってみたかったんですよ。今日曇ってるんで、大の苦手なね S ログ3ですね。まあ S ログ3で撮ると、まあ、どんな映像になるのかっていうのねちょっとね曇りですんでちょっとやってみたいと思います。はい、ちょっとブロワーの音ちょっとうるさいかもしれませんけど、さあさあ、α7S3 久しぶり持ち出したんですけどね、映像の方はいかがでございましょうか。一応ね真打ち登場と言いますか、普段ねこのでかいねジンバルにね、はい、まあ重たいですからね、最近あの GoPro とか使ってますんで、ちょっとなかなかねおいそれとホイホイとね取り出して撮るのはちょっと億劫なんですよね。はい、でまあ見ての通りと言いますか、これ持って撮影するとえらい目立ちますからね。はい、だからなかなかね勇気も必要ですね。はい、まあ幸い今日は平日なんで、この間の土日のようなね、人がごった返してるっていうこともないと思うので、はい、今日はねじっくりとね撮っていきたいと思います。さあ安定感はどうでしょうかね。はい、で今日のレンズは、G マスターですね。こちらのレンズも久しぶりかな、何ミリだったっけ、14ミリの F1.8 っていうね、今年発売になったばかりの、まあ新しいね光学設計で作られた、はい、G マスターですのでね、写りの方もまあ文句なく間違いないと思うんですけれども、はい、今日ただあいにくね曇りなんで、はい、色がね出すのが、はい、S ログ3で、まあ、僕の下手っぴなカラグレで色出ししますんで、ちょっとねどんな色になるのかね。S ログ2はねもうちょっと慣れたんですけど、 S ログ3ってねノイズがどうしてもね暗いところ多くなるんで、ちょっとあんまり正直使いたくないモードなんですけど、今日はねちょっとそれにチャレンジしていきたいと思います。はい、それで今回はねプラス1補正ですね。で S ログ3 α7S III の場合ね最低 ISO 感度が640からね取れるんですけど、まあ、640から下はね拡張 ISO を使うと、なんと S ログ2も S ログ3もね ISO160 から取れちゃいます。ただしダイナミックレンジは、狭まっちゃうんですね。なので、一番ダイナミックレンジも広く撮るためには、まあ、ISO640 でね、撮ってあげるのが正解かと思います。さあ、いかがでございましょう。今日はね、あいにくのね、曇天で、
一応天気予報ではね、これから雨の予報になってます。はい、今ちなみに F6.3 ISO がこれで1000ですかね。はい、で ND フィルターは、例のクリップオンフィルターですね、センサー前に突っ込む ND フィルターですけれども、ND の16を入れてきました。まあなんかちょうど良さそうですね。曇りの日はどうでしょうね。 ND の16で、はい、ISO 640でしたらちょうどいい感じですね。はい、まあ昔はね、昼間のログ撮影ってほんと難しい感じがしてね、色出すのも大変でしたしね。まあテクニックがないということもありましたし、カメラもね Slog 3で撮っちゃうと、ちょっとねノイズがね多くなっちゃうんで、はい、ただ 7S3 はねもう、暗闇の中でもねなんとか映像撮れますんで、ノイズ感はね普通のカメラよりね、全然少ないと思います。はい、ここの暗いシーンですけどね、Slog 3でね撮ったら、例えば RX100M7 だとかね撮ると、まあおそらくノイズジャリジャリね、色補正かけるとね、ディテールもちょっとねなかなか出しにくいっていうような状況になっちゃうと思うんですけど、どうでしょう α7S3 ね、高いお金出して買ったカメラですからね、これぐらいはあっさりとねディテールも色も解像感もね、たとえ暗くてもね Slog 3で撮ってもきっちりと出してくれると思うんですけど、いかがでございましょうか。はい、こういうとこですよね、やらしいの。 Slog で撮ってもこういう暗いとこね、こういうところはね、あのノイズがジャラ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 って出るんですけど、どうでしょうか。はい、今ね F2.2、まあ ISO 1000ですからね、あんまりノイズはね乗らないと思いますけどね、これぐらいでしたら。 Slog 3なんですけどね、どうでしょうか。はい、いつものところですけどね、どうでしょうか。 14mm フルサイズだとね、だいたいこの画角になりますね。はい、今日はですね 4K30p の、オールイントラですね。オールイントラ、まあ一番画質が良くなるモードだと思うんですけど、まあ外部出力のローは除いてね、はい、どうでしょうかね、今日はちょっとね思ったほど天気がパーッとしたわけではないので、しかも難敵の Slog 3なんでね、まあ僕の技術でどこまで色を乗せられて、はい、らしくね、からぐれできるのかね、腕の見せ所なんですけれども、さあどんな色になってるかな。まあ難しいっすよね。はい、あんまり Slog 3ってね正直、好きじゃないんですよね僕はね。まあ夜はね使えますけど、昼間 Slog 3はちょっときついよな。ね、ちょっと面白い歪み感しますけど、いやーにしてもこの NTT の電波塔ずーっと覆いがつけられちゃってんだけど、いつになったらお披露目するんですかね。あ、いよいよ冬の、はい、ハボタンですね。ハボタンがね綺麗に並んでますね。はい、まあ今日は割とフラットな状況ですんでね、まあ Slog 3で撮る意味があるのかどうかは別として、はい、どうでしょうかね。
雲の表情とかうまく撮れてますでしょうか。はい、ダカ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 ダン。今日の札幌は、17度ですね。まあ運動するにはちょうどいい気温ですよね。はい、今日のマイクの方はね、例のソニーのワイヤレス GO、 あ、ワイヤレス GO じゃねえな、なんちゃらかな、なんちゃらかんちゃらかんちゃらっていう、ワイヤレスマイク使ってるんですけど、こいつはね、なんだろうな、やっぱり混戦に弱いって言いますかね、特にこういう街中でね、Wi-Fi とかいろんな電波、この辺もね結構飛び交ってるんですけど、そういうところだとね、ちょっとね、音がねブチ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 切れたりするんですよ。ゲッハトさんさ、このちょっと肌寒い中に水浴びしてるの見えるかな。ちょっと水浴びしちゃってるんですけどね。はい、まあ、14ミリなんでね、近づきたくてもこれちょっと近づけないかな。わかりますかね、水の中使ってる鳩1匹。あ、水浴びしてるね。すごいね。寒くないのかね。はい、ちょっとね、鳩の気持ち僕わかんないですけど、ちょっとあんまり人間様は真似したくないですね。はい、わあ、なんか涼しげすぎるな。ここですね。まあ何回かもうね、映像を撮って皆さんもご覧になってると思うんですけど、ここですね。ここはね、いつも毎年そうなんですけど、一番紅葉が先に訪れるねところなんですよね。はい、なんか気温の変化に敏感なんでしょうかね。はい、ほら結構赤い、もうね、色づきがね始めちゃってるんですけど、はいはい、綺麗ですよね。で奥の方がほら黄色い例のなんちゃらってやつですね。はい、ちなみに今日のボディ内手ブレ補正はスタンダードモードですね。でアクティブにするとね、画角がクロップされちゃうので、またね例のごとくそれが嫌なので、はい、スタンダードモードでね撮っております。はい、いつものところね来ましたけれども、今日はまだあれかな、10時だから早いのかな。ご覧の通りほとんど観光客さんらしき姿はないですね。はい、まあ、ちょっと早いしね、寒いしね、今日は平日ですからね、まあしょうがないっちゃしょうがないですよね。はい、ここはね丸井さんですね。もう札幌の老舗のねデパートになりますね。お父さんなんか体操してますね。はい、ここがねルイ・ヴィトンのお店になりますね。はい、私には全く縁のないお店ですけど、はい、実はですね、ここのすすきののこの交差点ありますよね。それのすぐ近くに、餃子の山岡屋さんってあるんですよ。ここですね、ドコモさんの横ですね。はい、ここのね餃子ね、なかなかうまいっすよ。はい、僕推薦のお店です。ということで今日はね朝早いんですけど、まだ10時半前なんですけどね、お別れしたいと思います。はい、 S ログ3で遊ぶシリーズでしたけれども、いかがだったでしょうか。はい、ではまたお会いしましょう。さようなら。